中国共産党第20回全国代表大会以降中国全土で再び感染拡大しています湖北省武漢市の街頭には10月30日突然大量の武装警察が現れました多くの団地や店舗が閉鎖されています地元住民によると武漢市の感染拡大につれ封鎖地域も拡大し続けています現在の街には人がいなくてほぼ空っぽな状態となっています 多くの団地がが封鎖され店舗が全部営業停止となりり引いてはフェンスで囲った場所もあります武漢市のネットユーザーが投稿した動画では10月30日に武漢市の街頭に突然貿易車両を含む大量の軍用車が現れた様子が映っていますロックダウンの支援だと言います10月31日武漢市に進駐した軍隊は現地の団地の閉鎖行動に参加しました これに対しし多くのネットトユーザーザが批判や揶揄するコメントを寄せました新型コロナウイルスは決して中国共産党の政府、警察、軍の間で感染しないようだ。新型コロナウイルスも党の言うことを聞くのか、軍隊はウイルスを鎮圧しに来ているのではなく、彼らにもそんな能力はない。暴動を防ぐために民衆を弾圧しに来るしかない。